山本かなえ、漁夫1904年。創作版画の記念碑的作品とされる創作版画は複製を目的とせず、版画独特の手法を創作表現の方法として活かした版画。一人の人間が掘りやすりを行って創作される、規版画のみを指すこともある。明治末期から大正期にかけて湧き起こった創作版画のムーブメントを創作版画運動という。とばり小 玉乗り1914年木版画は複製の有効な手段として広く普及し、江戸時代中期以降の錦絵はその大衆性や日常性から大きなジャンルを形成した。錦絵は絵師、堀師、すり師の協業によって制作されたが、明治末期には複製の手段ばかりがクローズアップされ、木版画の創作的性格が薄められたため、その工業作品的な立場を反省し、 非実用性や美術性を全面に押し出した。創作版画は、基本的には、下絵の作成、掘りすりのすべてを一人の人間が行い、西絵に由来する分業体制で制作されたものは、新版画として区別された。ただし、初期の頃は他者によって掘り、およびすりの行われた作品も存在していた。藤森静を月影1915年1904年に、 雑誌、明星に掲載された山本カナエの漁夫が創作版画の記念碑的な作品とされている。それまでは工業、工芸作品であった基版画の芸術的位置づけを鮮明にし、1907年に山本、石井白帝、森達根友の3人によって刊行された雑誌、宝寸は創作版画の認知を促進。 坂本重次郎や高村光太郎も参加した、放寸は4年ほどで廃刊になってしまったが、恩智光志郎がこの流れを受け継ぎ、失縮していた竹久夢二の関係で1914年には恩知が、田中京吉、藤森静夫と共に3人が観光した月ッは、抽象的な傾向も見せた。恩知による、序章シリーズは版画における日本で、最も早期の抽象表現であった。 創作版画の早々期において、その制作方法は厳密ではなかったため、描く画家の意図さえ反映されていれば、他国多すりであっても、オリジナル作品であるとする柔軟性、曖昧性が認められた。1918年には、山本、恩知、戸張小岩、小田和馬らが、日本で初めての版画家集団である、日本創作版画協会を設立し、 これは1931年の日本版画協会に引き継がれた。大阪の銀行員だった中島茂太郎は1916年に聖火堂、翌1917年に日本風景版画界の野号で企画版画の観光を始め、1929年には創作版画クラブの名で版画史を創刊、関東大震災から復興し始めた首都東京の 風景を描いた多色づりの新東京百景の版布を始めた。大正期には創作版画運動に対抗する形で浮世絵賞の渡辺昭三郎などが版元となって新版画運動が展開され、橋口五葉は噛みつける女や矢場系などを制作した。1932年には小野忠重や清水正宏らを中心として新版画集団が結成され、 版画の大衆化を唱えたが、戦争の足音が高まるにつれて、運動は薄れていった。日本版画協会の活動の結果、1927年には、初めて帝国美術院展覧会に版画が受理され、1935年には、東京美術学校に臨時版画教室が設置された。これらのことから、規版画の芸術性の評価がある程度、定まったと言える。 戦後には、宗形志向と池田麻生が、ベネツィアビエンラーレ版画部門で最高賞を獲得するなど、版画の美術的名声が一気に高まり、創作版画という言葉は使われなくなっていった。恩知幸四郎、映画館、新東京百景より1918年設立。翌年の第1回展から1928年までに8回の展覧会を開き、 1931年に洋風版画界を合わせて日本版画協会に改まった。会員、入選者には画家の田辺至る、彫刻家の戸張小眼、版画家の山本かなえ、小田和馬、恩智光志郎、長瀬義郎、平塚海一、前川千穂、川上澄夫、藤森静夫、石井鶴蔵、諏訪健貴、泉通る、深沢作一、小泉岸尾らがいた。 ありがとうございます。